キキのお母さんです。なんです。コキリさんっていう魔女なんですね。コキリはですね、このフラスコとかメスシリンダーとかですね、まああとスポイドまでまるで科学実験しているような感じで、魔法の薬を作っています。でも、見てほしいのは、このコキリさんの映ってる画面の左端にある、この巨大な釜なんですね。で、花が刺してあるから花瓶かと思うんですけど、これ違います。コキリさんがこの他、コキリが映るシーンには必ずこの、大きな釜が、映ってます。それも観客に気づくようなレイアウトですね。キリさんが映ってるときは、奥に置いてあったりですね。あと、まあ、別の場所にあったりするんですけども、割とね、観客に気づきやすいですね、レイアウトになっているんです。この大きな釜にはですね、名前があります。名前はですね、この本編中には出てこないですけども、コルドロンと言います。コルドロンという、この釜の名付け親は、ウィリアム・シェイクスピアです。これは1985年に公開したディズニーアニメのコルドロンなんですけど、まあそれの中に出てくる魔女が悪魔の薬を作るときに使う大釜です。この大釜はですね、魔女の薬を作る、コルドロンであり、キキの母のコキリっていうのは正当なる魔女の後継者なんですよ。で、しかしこのコキリさんはですね、堕落してしまってですね、コルドロンっていうのは今や単なるドライフラワー入れになってるんですよね。まあドライフラワー入ってるんですよ、こんな感じです。先祖から受け継いだコルドロンはドライフラワー入れになっていてですね、コキリは今科学用具ですね、さっき言ったビーカーとかスポイドとかで魔法の薬を作るという、いわゆるこう堕落した存在なんですよね。で、いろんなですね、魔女の宅急便の考察とかブログとかですね、評論を見てもですね、キキの母のコキリっていうのは田舎町で平和に暮らして人間の男の人と結婚して子供まで生まれてると。つまり、魔女のロールアウトモデル、いわゆる成り上がりであるというかですね、まあ、キキも将来このコキリみたいな素敵なお母さんになるんでしょうね、みたいに語られてるんですけども、それはですね、その一般人の感覚でですね、宮崎駿的には違うんですよ。宮崎駿もですね、その魔女の一族というかですね、宮崎駿もアニメという魔法を使う、絵という魔法を使うですね、その職人の一族の系譜なんですね。だから、コキリっていうのはですね、魔女の一族から受け継いだ魔法の大釜コルドロンを使いこなせなくて、ドライフラワーの花瓶にしてしまったような人なんですね。で、受け継いだ数々の魔法も忘れてしまってるんですよ。で、もう最近は魔女もどんどん少なくなってしまって、魔法もだんだん途絶えてしまってって、時代のせいみたいに言うんですけども、違うんですね。大釜で本来煮なければいけない薬草を化学薬品で適当に作ってるから、アルコールランプでちょっと適当に作ってるから、効くか効かないか分かんないリュウマチの薬しかできないんですよ。で、おばあさんに、でも私のリュウマチにはあなたの薬が一番効くわって、それはもうね、それを言ってくれる人は近所のおばあさんだけになってるんですね。コキリさんね、実は魔女としてよくよく見てみると、割と落ちこぼれて、それを時代のせいにしてて、で、セリフだけを聞いている僕らは、それをまともに受け取っちゃうんですね。だから、コキリはダメ魔女としてですね、結構失敗するんですよ。これ、原作にはないシーンなんですね。コキリが、その魔法で失敗するシーンというのは原作にはなくて、宮崎駿が勝手に付け足したシーンなんですけどもですね、キキが今晩出発するわって待ちなさいって言った瞬間に、手の中でボンと爆発しちゃうんですね。で、これを割とユーモラスに語って、魔法っていうのは感情が高ぶったらパワーが上がるみたいな表現に変えてるんですけども、これはね、本当にダメ魔女だからなんですよね。で、こうやって、まあ、やり直して作った薬もですね、その、おばあさんにですね、あなたの薬は私には効くわと言ってもらえる程度のレベル。つまり、もうね、今や信じる人にしか効かないっていうですね、プラセボレベルっていうのかな。そういうふうな薬しかも作れなくなっちゃってる。じゃあ、そのコキリはですね、自分を嘆いて真面目に魔法に取り組んでいるのかというと、違うんですよね。こっち見てみるとですね、こういうふうにですね、薬草の前の段階みたいなものを抽出してですね、で、本来これね、魔女の勘とか本能で分量を測るべき薬をですね、もう本当に精密な量点比で測ってグラム数出してるんですね。で、そうやってやってるところをですね、もう何年も使ってないこのかまど。この背景にある巨大なかまどが長年使われてなくて、本来はそこにコルドロンが吊り下げてあるから、昔は使おうとしてたんだけども、もう何十年も使っていないっていうような、
ことになっています。コキリは魔法の力はだんだん弱くなってきたと時代のせいにみたいにして言うんですけども、まあ本来はコルドロンでトカゲの目玉とかを三日三晩煮るっていうことをしなきゃいけない、そういう手間とかをめんどくさがって科学の力で楽をしてるから、本物の薬草の作り方がどんどんわからなくなってしまってるんですね。ポンポロンポロンポンポロンポロンって、花びらの白い色は恋人の色を、ふるさとのあの人のふるさとのになった瞬間にすっごい泣けてくるんですけども、